こんにちは。今日はマーケットに行ったらカンパチのまだフレッシュに生きてるようなやつを切ってたんで、そしたらそれを分けてもらいました。それを料理したいと思います。カンパチがありました。これを買っていきます。Muy bien, gracias. 切り身を買ってみました。なかなかいいやつみたいですね。ご飯を炊いてます。ご飯ができたのでシャリを作りたいと思います。ね、いいところをね、やって、ここに寿司の酢を入れてね、サラサラっとかけて、優しく混ぜます。そしたらこれを冷まします。エビを切りたいと思います。皮を剥いてね、こんな感じです。マグロも少し切ります。こんな感じです。卵を入れます。卵に砂糖を少し入れます。小さくしたエビを入れます。こんな感じです。エビを取り除いて出汁を作りました。出汁が冷めたら卵に入れます。油を引いてここに卵を入れます。小麦粉を入れます。水を入れて混ぜます。エビを入れます。エビを揚げます。こんな感じです。ネギを切ります。切ったネギは水に浸しておきます。アボカドもこんな感じに切りました。卵が冷めたので卵を切りたいと思います。カンパチはね、ちょうど行った時もう切りさばいてた最中だったんで、この一切れだけ大きいのもらってきました。もうここはね、取り除いてあるね。ちょっと少しね、このトロのところね、ここはね、美味しいんでね、これね、この骨のところもいっぱい身がついてるんで、これは後で食べたいと思います。ね、いいところね。それとこの半分ぐらい今日は使いたいと思います。これ取っておきます。後でね、美味しいものにします。よく水気を取ってね、このトロのところね、まだプリンプリン生きてるみたい。すごい。すごいいいや、これ。
たら海苔を焼きたいと思います。それでは握りたいと思います。こんな感じです。それでは切りたいと思います。こんな感じです。レモンを絞ります。丸々1個入れちゃう、醤油を少し入れます。柚子胡椒を入れます。エビを入れます。マグロをかけます。パラパラってね。アボカドも入れます。ソースをかけます。こんな感じに盛り付けました。それでは食べたいと思います。この刺身ね、ライム醤油につけたやつ、うまい。これはみんなに食べさせて、ごめんなさいね。これは美味しい、最高だ。すごい。ロールね、少し塩つけてね。最高。美味しい。柚子胡椒、醤油ね。まだこの魚がプリプリしてる。生きてたからね。すっごいラッキー。メキシコに来て初めてこういう魚買えたの。フローズンばっかりだったよね。プリンプリン。最高。今日はね、これをちょっと飲みたいと思います。あ、うまい。それではゆっくり食べたいと思います。
今日はこんな感じです。またよろしくお願いします。